はい、皆さん、毎どうも、音声のたまさんです。毎どうも、音声のおたこりやです。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、愛知県豊田市にある、はい、寺部池というところ。寺部池、はい。ここはですね、池に女が立って、池の真ん中浮いてるみたい。浮くなよ。あとね、木の陰から血だらけの女が見てると。それ、なんかリアルで嫌なんですけど。それはね、俺も逃げる。目なんかあったりしたら間違いなく心肺停止しますね。ね、まあ、ちょっと面白そうなんで、はい、ここでチャレンジしてみたいと思います。はい、では、体重測定、行ってみましょうか。行きます。はい、では体重測定、行ってみましょう。はい、乗りまーす。よいしょ。95?5 ですね。5だね。95。な、100だ。いや、なんかちょっと今日重い気がしますけど、減りますからね。スタートがこの体重だったら結構いきそうじゃん。いや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 、これちゃんと95切りますから。上にはいきませんから。お願いします。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、すみます。すげえね。久々に完全な闇だね。全然真っ暗、明かり何にもない。ずっと水の音は聞こえてるけどね。ダーって音はしてますね。これは見えないな。本当に明かりあるのに見えないもん、先が。いや、これゴリラ一人探索の間俺車で待つじゃん。はい。車まで一人で戻るのもちょっと嫌だよね。いや、まあそうですね、これね。そうですねっていうか、まあでも僕も一人で結局戻るんですけどね、それ。まあね。一人でやって検証した後に戻りますからね。うん。車のあったところに車はないしね。いやいや、それはそれダメですから。それ一番ダメなやつですよ。こっちが池ですよね。そうなんだけど、ね、全然池は映らないね。映らないですね。なんか桟橋があるんだよね、こっちって。なんかそう言ってましたね。聞きましたね。あ、ちょっと違う。桟橋でもこんなとこに桟橋なんか作ります？意味ないでしょ。何のための桟橋なのかね。うん、ここ危な。これはすごいね。これ多分真っ暗なとこ全部池でしょ。そういうことですよね、これ。あ、でもここなんか降りてってなんかするんだろうか。嘘でしょ、これ降りてきたら戻ってこれないよ。どれだけ歩いても、まあ、桟橋らしきものないね。ないよこれ。あれ、キビクシャ、キノコか。なんか本当だ。ちょっとキノコをしっかり取っとかんと。なんでですか。いや、なんかほら、救急長野でもキノコ取ってたじゃん。あ、まあ、取ってましたね。キノコ見つけたら取らなきゃ。なんか急に静かになったことない。なんか虫の声も小さくなりましたね。そう、なったなんかこれ、え、何これ、これファー、あ、来てますよこれ。なんかあるね。なんかある。なんか由来とか書いてありますね。これさすがにちょっと映らんけど、ちょっととりあえず画面映しとくんで、読みたい方は一時停止お願いします。火だこれ。一応橋っぽいのはあるんだ。ゴリラが前に進んで穴が開かんければ大丈夫。体重的なもん。これでもなんかすごいかっこいいね。いや怖いよ。かっこいいですか。これどういうこと。何これ。この穴何、わかんない。下何もないじゃないですか。少ないね。ええ、すごいなんか閉鎖空間的なもので、すごい怖いんだけど。これ怖っ。何これ、何これ、これガラス。え、うわ、びっくりした。水の音が。え、ちょっと驚かそうといてよ。ああ、もう目の前が池なんだ。これが桟橋なんだね、屋根もあるけど。雰囲気がすごい。いや、怖え。この感じ怖え。これは、ここだろ。マジですか、これ。
道中の方がまだ行く分かマシですよこれ。ちょっと池をバックにやってもらいましょうか。わかりました。じゃあ準備しましょう。準備します。はい、では準備できました。はい、できました。頑張ってください。さっきからね、なんか変な物音はしてるけどね。あれ、上から物音するの怖い。上からだよ、上からないでしょ。下からもするからね、これ水がね。完璧じゃん。よろしくお願いします。ちょっと気合い入れて頑張ります。はい、じゃあちょっと始めますか。これね、すごい閉鎖空間、やばいよ。ちょっとまずね、あのいつも通りスピリットボックス使っていきます。よし、 OK です。結構音なんか響くような気がするな、ここ。もしもし、もしもし、オタゴリアです。聞こえますか？もしもし、もしもし、今やめてって言ってましたよ。ごめんなさい、やめます。ごめんなさい、今やめてって言ってましたよね。こんなところでやめてって言ってました。マジで？あの、変なことはしないので、ちょっとお話できませんか？何をやめてほしかったんですか？聞こえますか？今、はいって言いましたね。あ、聞こえてる。返事ありがとうございます。あの、なんでここにいるんですか？何か事故でもあったんですか？何があったか教えてください。今何かありましたね。すいません、ちょっとはっきり聞こえなかったので、もう一度お願いできますか？ちょっと寒くなってきた。もしもし、いまいち聞き取れないな。反応はこそこそこするんですけどね。もしもーし、何があったんですか？スピリットボックスはこのままで見るかな。負けたんですね。させてもらいます。よいしょ、映ってるかな。赤はやめてね。何色？グリーン。え、嘘、赤。あ、グリーン。結構危ないとこだと思うんだけどな。とりあえず大丈夫そうですね。聞こえますか？うん、返事した、返事した。返事してくれました。はい、続けてお願いします。お名前を教えてもらえますか？なんかあの、返事はしてくれるんですけど、はいとか、そんな感じばっかりですね。はい、家の質問なら答えてくれるのかな。ここにいるのは、事故があったからですか？いやー、ちょっと感度が悪いのかな。聞き取れるような、聞き取れないような。結構喋ってくれてるんですけどね、なかなかうまくあの更新そのものができないですね。もしもーし、
うわ、なんか男の人の声がした今。ずっと女の人が喋ってたのにな。マジか。男性の方もいらっしゃるんですか？もしもーし。うん、クッション、今なんて言いました？びっくりした。なんかちょっと叫び声風な声じゃありませんでしたかね。なんだ、今度良くなってきたかな。もしもーし。今なんかカーッと声聞こえませんでした。ちょっと待って、だんだんなんか人の声じゃなくなってきてる気がする。人間じゃない、もしかして。これ、それを見るかな、知ってるかな。これ、今、どこ撮っても真っ青なんですけど、ちょっと離れて見づらいんですけど、この泉に向かって傾けると真っ赤っかなんですよ。なんか血まみれの女の人が出るって言ってましたもんね。落ちないかな。大丈夫ですか？うん。いきなり今度は反応しなくなったな。もしもし。これもう話しかけなくていいですかね。いや、完全に叫ぶ声でしたよね。もう何て言えばいいか分かんなくなってきました。泣きそう。あの、何だろう、何て言えばいいんだろう。ちょっと、もういいかな。あの、もうこれ以上、あの、変なことはしないんで、これで失礼してもいいですかね。ごめんなさい。本当に申し訳ありませんでした。ちょっと、謝ってきます。あんなそうなんで。すいませんでした。ごめんなさい。失礼しました。ごめんなさい。これで、あの、一人検証終わりたいと思います。あの、ちゃんと頭も下げておきましたので、はい、終わります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうしたの、なんかえらいことになってるけど。終わってくれてよかった。めっちゃ怖かった、ここ。いや、確かにね、俺も一人で戻ってくるとき変な音いっぱい聞こえててさ。そうですね、ここは音がしなくなったと思ったら、また始まりましたもんね、音が ね。違う、ダメな方の音が。そう、四方八方から聞こえるもんね。そうなんです、あそこ閉鎖空間みたいになってましたしね、僕一人検証してた頃。ああ、マジでちょっと、ここは怖かったよね。ここはね、かなりレベル高いです、怖さレベル。それ以上言うことがない。怖い。締め取り行きましょうか。はい、お願いします。はい、じゃあ締めの体重測定行ってみましょう。はい、運命の瞬間です。乗ります。よいしょ、やっと。早く来い。うお、めっちゃ痩せてる。嘘。91?1ぐらいですね、これ。1ぐらいだね。いや、痩せたのは嬉しいけど、4キロ減。めちゃくちゃ怖い怖い言ったところで、これやばい。だいぶ吸われちゃうんだね。いや、これ怖。いや、おめでとうございます。
ありがとう。一応成功は成功ですんで、素直には喜べないんですけど、はい。何か映ってたよとか、何か聞こえたよということがありましたら、ぜひコメント欄にお願いいたします。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた次回お会いいたしましょう。またね。